ペルスウルトラどうもサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は雄英高校入学から1年後どうなったのかシリーズ第2弾爆豪勝家編をお送りします。では早速いきましょう。爆豪は作中屈指の天才、優れた身体能力と高い頭脳、何でもこなせる才能マン。幼い頃からその才能を発揮し、周りから褒められ続けた日々、自分が特別な存在だと自覚し、デクとは対照的に自尊心、自分で自分のことを誇らしく思う心、自己肯定感、プライドの塊になっていた。一方で彼はオールマイトの勝つ姿に憧れた。どんだけピンチでも最後は絶対に勝ってしまうヒーロー、オールマイトに憧れた。そして自分のみを信じ、オールマイトを超えるナンバーワンヒーローになる夢、そして高額納税者ランキングに名前を刻む夢を掲げ、雄英高校に入試1位の成績で入学しました。ここから1年後爆豪はどうなったのか、彼の1年間を振り返りましょう。雄英高校入学し、デクへの不信感と目障り度合いが最高潮を迎え、屋内対人戦闘訓練、デク VS カッチャンが勃発。ここで判明したのは、爆豪丸太転落事故。爆豪目線なんともなかったのに、雑魚のデクがなんか手を差し伸べてきた。自分はなんともなかったし、そもそも自分の方がすごいはず、ヘドロ事件の時も大丈夫だったのにという自尊心、プライドがデクという手を差し伸べてくる存在、理解不能な存在に拒絶するために力でデクをねじ伏せようとした。今までそうやってきた、俺の方が上だから。この頃あまりよく意味が分かんなかった頑張れって感じのデクに、勝利の権限爆豪勝家は敗北した。ここで彼はオールマイトをも超えるナンバーワンヒーローへの誓いを立てます。その後 USJ 事件では、憧れのオールマイトが戦うプロヒーローの世界を痛感し、体育祭では轟家の闇を盗み聞きし、物語の活躍の幅を広げながらもヒーローへの思いをぶつけ合う戦いで一番になった。その後職場体験ジニストの下で、ヒーロー名それは名は願いであること、そして外を見せてあげたいと言われたが、当時の爆豪にはよくわからなかった。なんならデクは職場体験でさらに強くなっていて焦った。ジニストの下で無駄な時間を過ごしたとまで思った。そして迎えた期末試験、デクとの共闘。試験官のオールマイトは、この協力がいつかの将来必ず大いなる一歩になるはずだ、この将来の一歩が全面戦争の並走になります。そのすぐ後は民間合宿襲撃事件、爆豪は誘拐された。この事件自体は一瞬でしたが、彼にとってとても大きな事件となります。仮面試験に落ちた爆豪はデクと喧嘩した。デク VS カッチャン2、自分が弱いからヴィラン連合に誘拐された。紙の事件で憧れのオールマイトを終わらせた。仮面試験にデクは受かって、自分は落ちた。デクはオールマイトに個性をもらっていた。オールマイトの勝つ姿ではなく、デクの憧れの方が正しいのか。今まで自信に満ち溢れていたから、初めて大きな不安が爆豪を襲った。今までデクは理解できなくて怖かったから、力でねじ伏せて、力でマウンティングして距離を取ってきた。しかしこの喧嘩を通して、爆豪は自分の心の小ささ、自分の弱さを理解した。周りを理解する、周りを見て吸収する、結局俺のやることは変わらなかった。オールマイトをも超えるナンバーワンヒーローになる。その後の仮面講習では、3名と協力し、マスガキ賞の心を掴んだ。氷の後片付けもやった。さらに文化祭では A 組の出し物に協力した。一緒に文化祭をやりたいと騒ぐダークシャドウに打楽器を提案した爆豪。ジローさんに暴走しないようにと釘を刺されたが、本番でジローさん本人がアドリブに走ったが、爆豪は張り合おうともしなかった。この後も氷の片付けを手伝った。なんなら爆豪はデクに、オールマイトが未だに記録を持つアスレチックに挑戦したのかと尋ねるくらいの仲になっていた。そして迎えた A 組 B 組合同演習、爆豪の心の成長が顕著に現れた瞬間、てめえらが危ねえ時は俺が助ける、俺が危ねえ時はてめえらが助けろ、勝負は必ず完全勝利、4-0無傷、これが本当に強いやつの勝利だろう。そしてエンデバーインターンに向かった。ナンバーワンヒーローエンデバーの背中の大きさを思い知った。ナメプの轟とデクとの共同生活、一人でご飯をゆっくり食べたい爆豪はやめろと言っているのに、なぜか話を振ってくる。二人に文句を言いつつも、三人で同じタイミングで大浴場に入ったり、デクと爆豪の二人が飲み物を飲みながら本音で語り合っていた。爆豪はデクの助けたいという思いが偽善に聞こえる、何か裏があるんじゃないかと思う、理解できない、そういうとこが虫ずが走ると思っていた。スピンオフの雄英白書で明かされました。しかしデクが理解できなくても、爆豪はオールマイトを超えるためにデクのように行動できなければいけない。これが全面戦争につながるわけです。そして地獄の轟くんちでも、お皿の後片付けを手伝った。さらに冬美お姉さんの視線麻婆に胃袋をつかまれた爆豪、その直後のエンディング戦、時飛ばしをされたエンデバーインターンの集大成、緑谷轟爆豪のオリジン組の華麗な連携、爆豪はエンディングの制圧、ヴィランの制圧ではなく夏尾の救助を優先するという、読者には信じがたい光景が展開されます。このエンデバーインターンの爆豪がこの夏公開の映画で見れる、この上ない楽しみでもあります。そして迎えた全面戦争、最初は避難誘導をしていた爆豪は、あれだけデクを嫌っていたデクの横を走った。爆豪はワン・フォー・オール、秘密の
共有者であり幼馴染であり、そしてオールマイトを終わらせた男、しがらきとむらに誘拐された弱かった過去、神の事件を乗り越えなければいけなかった。全面戦争で幕王は役割に徹した。グラントリノの救助を優先し、自分よりも早いデクを戦闘に向かわせた。過去回想では幕王がデクを理解できなくて怖いから力でねじ伏せいじめていたことを明確にした。この幕王の食材や相沢先生を思う彼の回想やセリフ、表情の一つ一つが人間臭かった幕王勝樹。一方鬼の形相で闇雲に頑張るって感じのデクをサポートしようとした自分ではなくエンデバーに最後の一撃を頼もうとする様子は、初期から全く想像もできないような表情。エンデバーでも殺せなかったシガラキの病がデクを襲った。幕王はデクをかばうために体が勝手に動いていた。それは助けたいという感情ではなく、オールマイトを超えるナンバーワンヒーローになりたい、自分の正義、完全勝利を突き通すため、彼が成長していった答えの一つがこれになり得ます。まだ個性爆破も心の成長もあってか、極限状態でようやく成長した。粒だった早い爆破、今まで以上に高速でかつ高い火力の爆破を手に入れた可能性がありますが、まだこのあたりもよくわかりません。そしてジニストが戻ってきた。大爆殺神ダイナマイト、爆王はこの名前に意味があるとした。どんな意味なのか、このあたりもまだわかっていませんが、爆王は神になるのかもしれない。ここまで成長した爆王は今後どうなっていくのか、今回は爆王の1年間の成長を見てきましたが、どうだったでしょうか。僕小三治が爆王の好きなところは、爆王の軸は全くブレていないのに心の器が大きくなり、表情豊かに人間臭くなっていく過程が非常に好きです。ぜひ皆さんも爆王の好きな名場面やセリフなどをコメント欄で教えてください。またこの動画の高評価を500いただけましたら、1年後シリーズ、トドロキショウと、そして、うららかお茶子のどちらかの動画、さらに1000いただけましたら、気合い入れて両方頑張って作ろうかなと考えております。よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。シソガーバイバイ。